はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ帰ってきました。史上最強モンスター、暗黒の軍神、アゴ界の軍神シルバー。かっこいいなかっこいいね。暗黒界という、テーマ、まあ非常にね強力なソリティアというか、まあ展開力というかを、有している面白いテーマなんですけども、まあ以前ですね、暗黒界の当局とかグラファーとかこの辺のゼンタとかが実装された時に、なぜか事前規制されたモンスターがいるんです。それが暗黒界の軍神シルバー。これなんでかっていうと、このモンスターなんか相手の効果で捨てられた時に相手の手札を2枚ハンデスするっていう効果、これ名称しての対象ないんですけど、これ使えちゃうんですよ。でセルリシルバーっていうコンボがあって、セルリを相手の盤面に特殊召喚してセルリの効果でシルバーを自分の手札から捨てると相手の手札を2枚ハンデスするっていう動きができるんですね。でセルリシルバーコンボを2回発動すると4枚ハンデスできるし、あとセルリをあともう1枚自分の盤面に特殊召喚するとか、賛成の際使うとか、あと古領の弦特殊召喚するとかね、すると5枚ハンデスができるんです。だから全ハンデスができるんです、先行で。まあもともとシルバーいなくてもね、なんかセルリーの効果使い回して全ハンデスは一応できたんですけど、暗黒界、シルバーが来たことによってめちゃくちゃ簡単にハンデスできるようになってたので、あとはまあ全ハンデスした後の制圧場面をいっぱい敷くだけみたいな感じの構築にしてるんですけど、まあね、とても強いこのギミック自体は。なんだろう、ハンデス、妨害なければだよ。妨害なければハンデスの成功率、まあまあ高いという話があるんで、ちょっとね、この軍神シルバーがなんで禁止にされたのかっていうのを、まあ皆さんに、お見舞いしていきたいなというふうに思います。ちなみになんですけど、なんか誘発ちゃんと入ってるデッキだと意外と普通に負けるんで、はい。禁止にする必要あったのかと言われると、俺は謎だと思ってます。はい、デュエル、スタンバイ。ついに解禁されてしまった史上最強モンスターを使っていくぞマジでシルバー解放マジ激アツすぎる。あまりにも暗黒界ファン待望の暗黒界の軍神シルバーとかいうぶち壊れモンスターで、おっと相手なんもないのか、相手なんもないぞ。おい来たかこれ、お強い、スノー来た、スノー強すぎるワロタ。これで、スノー相手の効果で、捨てられると、相手の墓地のモンスターパクれる効果があるんですけど、一応相手の墓地のモンスターがないので、今は無理ですね。で、これで、セルリレインができますね、これ。はい。アルティメットセルリレイン来た。暗黒回路をちなみに今回3積みしております。はい。セルリ特殊召喚して、セルリの効果を発動。で、レイン。で、セルリレインをすると、相手の効果でレインが捨てられたため、デッキから、なんか最強のモンスター、これシルバーもう引いてるんで、もうシルバーじゃなくていいね。ケルト、持ってきつつ、さらにモンスターを特殊召喚していく。ちなみに今回自分だけ気持ちよくなる構築となってますんで、よろしくお願いします。はい。でレインして自分だけ気持ちよくなる構築にとなっておりますんで、よろしくお願いします。はい。あっていうかこれやべえ、間違えた、これあれさ、特殊召喚するのセルリじゃないと、これセルリケルトできないやん、間違えた、やば、ちょっと待って、普通に間違えた、やばいやばいやばい、ちょっと待って、間違えた、特殊化するの間違えた。これ、蹴ると、増援、はい。で、蹴ると出す、やばい、なんかちょっと待って、蹴るとかどっか行った。増援、蹴るとどっか行っちゃった、まずいぞ。やばいか、これミスったか、まずい。これ、先にまずと、アカシックするしかないか、じゃあ。アカシックするしかない、ちょっと、マジで間違えた。これ、こことここ、まあ、ここ、皆さんは、あれです、セルリー出してから、バグスしてください、レインで。そうすればセルリーレインがもう一回できる、セルリーシルバーかできるんで、暗黒界の門発動、まあ体勢に影響はない説はある。でこれでセルリーを、見せつけながらカタライザー出しで、セルリー効果で捨てられて特殊召喚され、まあなんか展開によるとなんとなく雰囲気でなんかミスってもなんか強引になんとかなることが多いので。でちなみにこのシルバーさんの効果は相手の効果で捨てられたら相手は手札を2枚選んでデッキの下に戻さなければなりません。はいゴミ、はいゴミで、レインこうで出して OK で、まあ一
旦セキュリティを出しに行ってもう一回行きましょうか。結局ね、シルバーがあると何が強いかっていうと、あれなんですよね、セルリーシルバーが2回やればもう4枚半で決まるんで、4番で決まったら大体相手死ぬんですよまあ相手が選んで、あれしてるんでね、ちょっとそこはあれなんですけど、でセルリーからのセルリー特殊召喚、はい、もうちょっとうまく回せた気がするな、普通にミスったわ。でシルバー、はい、まあ、ミスりながらも4半ですから、はい、でこうですね、はい、でシルバーの効果発動する、で相手の手札を2枚、相手が選んでデッキに戻さなければならない、であと手札は1枚ですね、相手で、もう一発こうして、はい、ほんでアカシックマジシャンの効果、暗黒界って入れて、まあ、取引かなんかにしときゃいいんじゃないですかね。はい、当たりませんでした、すいませんでした。まあ一応当たんなくても最悪なんとかなるか。これは一旦スカルデッドで全部引きに行きます。はいはい、あー4枚ドローいきまーす4枚ドローいきまーす。4枚ドローを戻すのはちょっとシリは今いらねえな。コロもいらなくて、で抹殺今いらねえかな。でとりあえず参戦の号ぶち込みまして、何使ってないっけ。結局でもあれか、これ抹殺持ってくるのが一番強いのか、まあ、取引の方でいかいいか、取引の方がいいな。で参戦の際打って、これワンチャンこれ魔法カードしか引かんかとかいうゴミ引きだったらこれ止まるよ、もしかして俺やばい、止まる可能性ある。あ、止まんないよね。まあ止まるわけない、止まるんじゃねえぞ、止まるわけないんだよね。で取引からのハイセルリー来ました。はい、勝ちましたか。セルリケルトセルリーかな、これセルリー俺あと何枚だっけちょっと覚えてね。さあ相手は手札を1枚、捨てて、これワンチャン G とかここでタイミングで引かれる可能性はあるんだよな。クソ取りだか、なるほど。でこれでセルリー特殊召喚で、セルリー効果発動する。蹴るとで、蹴ると効果で特殊召喚され、で、蹴るとの効果によって自分か相手の場にモンスターを特殊召喚できるんで、セルリーを特殊召喚で、セルリーの効果によって相手の手札が判定される。はい、参戦の5強いカードあるじゃん、なかなか。で、レインで回収で、もう一回取引打つで、取引効果で、あとはもう相手勝手に死ぬだけなんでねなんか粛清か、なるほど、粛清だったわ。で、グラファー、持ってくるよりもスノー持ってきた方が強くて、でこうして、でさらにスノーを捨てつつかな、これはもう抹殺か、強いな。で、スノーで捨てる、はい、フェンリルもどっか行った。クシャトリラ入りですね、クシャトリラ入り、なんだっけ、クシャトリラ入り、粛清だと思うわ多分。で、まあ、一旦デスキャ出していいのかな、デスキャ出して、まあ、なんかこれ何でもできそうだけど、まあ、あとはですね、相手のモンスターを除去しながら妨害を構えればいいんですよ基本的に。で、モンスターが特殊召喚できるモンスターをあとはいっぱい出して、なんかレインで戻してみたいな動きしていけばいいんで、まあ、何でもいいか、このカタライザー除外して、で、手札蹴ると捨てながら自分の墓地からモンスターが生えてくる。はい、でさらに、レインで生やす。グラファー引けねえな、チキジョウ鬱陶しいな、これこういうぶち込むかぶち込むか、全てを分からせるカード。うわ、ゴミ引きが、ちょっとグラファー引きて、シルバーからのケルト、はい、でこれ2体出てきますから、またはい、でバールも出てきて、で自分の墓地からマジなんでもいいな、これ適当にスノーかなんかにしよっか。はい、これで、グラファーいねえから当局打てるんだよ、これ。やばいか。ワンチャンこれ3枚しょれないとかいうことある？ないか。リンク氏が。でも、時間がやばいかもしれないな時間がやばい可能性がある。時間が激ヤバの可能性がある。で、スノー、もう少しずつこうするっしょ。
で、ケルベロス、これ相互リンクなんで、ドロー入るんですよね。スカルレット下に向いてるのめっちゃ荒くて、3個。で、こうして、で、まあ、適当にセルリ爆破する。で、セルリが爆破されたので、1枚ドローが入りまして、やばいやばい、時間ない。ちょっと、やばいよ。やばいよ、時間ないよ。大丈夫かな？時間ないけど大丈夫かな？ほんで、一旦ユニコーンする前にトライゲートウィザードを作りに行き、はい。トライゲートウィザード作りに行き、で、さらにデスキャ効果発動して、スノーかなんか特殊召喚すればいいか。で、スノーを捨てつつ、で、こうして、はい、OK。で、スノー効果でグラファ持ってきて、はい。で、当局かます。当局かまして、グラファー、融合素材はグラファーとなんか適当にモンスターで融合しに行って、で、グラファーの効果、あ、ちょっと時間ない時間ない、やばい。はい。はい。はい。で、はい。はい。で、はい。ちょっと相手付き合ってくれてありがとうね。相手マジ付き合ってくれて本当にありがとう。俺の最強デッキの理論上最強デッキのに付き合ってくれてありがとう本当に。でこれでこうして、でバウンスして、さらに1枚ドローして、トライゲートウィザードはちなみに総合リンクだと効果何でも効果無効にできるんで、相手が引いたカードを、無効にすれば勝ちです。はいはい、あざす。はい、ドローします。あざす。あざす。回収しなくていいですね。エンド表示ですね。じゃあ残り13秒。危なすぎる。あまりにも危ない。危なすぎる。じゃあマジでちょ回し方下手くそなんですけど、僕もうちょっとなんかうまく回してる人だったらもう余裕で時間回す、時間余ると思いますね。はい、龍剣騎サメラの効果無効にして、ゲーム終了です。対戦相手でした。このデッキやっぱゴミだな。ちょっと何戦かの天敗竜とやってみたんだけど、ちょっときついね。天敗竜の誘発のなんか波、アリエン量の誘発飛んでくんじゃん。基本に誘発飛んできて、まあ大体3誘発みたいな感じのことが起きるから、ちょっときついっすわ。はい。なんで、まあ誘発、相手がそんなにたくさん握ってなきゃなんとかなるかなって感じするんだけど、なんか増地とか通っちゃうと、やっぱ結構、例えばのウサギ、デイディクロー、ワラシ、まあエフェクトベーラーあたりが全部飛んでくるんですよね。無限保養は、まあ一応、モンスター相手の盤面に送りつけたっていうかケアできてるんだけど、だからまあ、そういうカードが引かれないように、なんかその適度な抹殺とかをこううまいこと絡めて、まあデッキアウト、とかできればいいんだけど、ちょっと難しかったんで、だからちょっと天敗流とかにはさすがに無理な気がするな。他のデッキだったらどうなんだろう、ちょっとわかんない。天敗流とかだとだから誘発が多すぎて無理かもしれない。デッキの中に入ってる、カードがもう G 通ったらもう死ぬほど言い遊んでるから。古領の剣、ビルの剣来た。あ、じゃあ G がなきゃまあ結構いけます。はい、 G がなければね。一応相手も同じようなタイプか、これ。来たか。うお、これさ、絶対おかしいよな、この。この相手に送りつけた、おい、お前効果使ったなって言って、三戦のサイとか三戦の子を使ってくるの、これ絶対おかしいんだよ、俺。これ、最低がおかしい。だって俺、効果使ってねえもん。効果使ったらお前だろっていうな。俺、効果使いたくないもん、みたいな話あるからね。これマジインチキだよね。なんかすごい展開してるな。やばい。なんかその、セアミンもなんか入ってるのか。宇宙が巻き起こっているぞ。バックミューテーションは草。突然回帰、何これ。ガーディアンエアトス、どういうこと。はどういうこと。サイコビルダーでガーディアンエアトスを破壊だと、まるで意味がわからんぞ。一体何が起きるって言うんだ。エアトス爆破されるとなんかあれですよね、なんか出てくるんでしたっけ。エアトスってなんか爆破されるとなんか、ガーディアンデスサイスだ。これ出た、デスサイス来た。ガーディアンエアタスが戦闘効果化されたら特殊ができる。コーディネラルでデスサイス、何これ。デスサイスなんかあるの。このカードがモンスターとして自分は超感特殊ができる。キモ、キッショ、キッショ。
このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分は召喚特殊召喚できない。吉祥なんか意味不明モンスター送りつけたんだけど、ちょっと超魔人井戸ってこと、これ超魔人井戸ってこと。ちょっと待ってね、とりあえず一旦あの魔法カード無効にさせて参戦の際アクティブにするわ。あー、タイタン、なるほど、タイタンギャラクシー使っていただける、使っていただけたらこれ参戦の際アクティブになりましたね。もうはい、いいでしょう。であるならば、ちょっと待って、これ、ま、コントロール出してするよ。2枚で押しないとダメだ、これ。2枚ドローしてさ、これさ、気づいちゃったんだけどさ、これもしかして召喚特殊召喚はできないけど、セットはできるっていう日本語であってる、これ。あれあれあれデッサイスさん、ちょっと、これなんかどっか行きましたけど大丈夫ですか、デッサイスさん。なんか頑張ってなんか超魔人移動的なロックかけようと思ったけど、結局蹴るとセットでこれもしかして解除できますね。あれデッサイスさん、あれ今度あなたが召喚特殊召喚できませんね。今度あなたが召喚特殊召喚できないじゃないですか。こうなってきたらやばいじゃないですか、そのモンスター。俺だってこれこっからはさ、まあ自由で暗黒界って召喚権使わなくてもいくらでも展開できるんですよ。セルリーいきますよね。でセルリーケルトが、まあ、爆発しますよね。まあ一応セルリー上げますよね。でセルリー効果発動してケルト、あとだってさ、こっからさ、何クソ適当に盤面作ればいいだけなんだよな、このデッキで。ケルトだろ、で特殊化するんだろ。これなんかなんて言うんだっけ、あれだ、日本のことわざでさ、ミイラ取りがミイラになるじゃないこれ。これミイラ取りがミイラになるっていう展開なんじゃないの。おい大丈夫か、なんかガーディアンデスサイス以外のモンスター全部処理できるぞこれ。おい大丈夫か、おいクソデッカー、おいクソデッカーなんかアドバンスセットのなんか概念忘れてたんじゃないか。ちょっとメンツ入るか、ちょっとこいつさ、こいつ残しといた方が相手何もできなそうだよね。でこれ下向きついてるんで、ビッグマーカーがデスキャがだからこれ結構強くて、ですね、これトレミア、フェニックス出すじゃないですか。でトレミアフェニックスの効果によって手札ぶん投げるんですけど、そうすると相手のカードを破壊しながらワンドロー入るんですね。はい、なるほど。でこれであちらに総合リンク状態だとトレミアフェニックスとあのデスキャスターが破壊されないよっていう効果あるんで、でまあ一応これでまあ多分なんとかなりそうですね。はい、あとはまあ適当にこっちのターンになったら相手のデスサイズしょってぶん殴りに行きゃ勝ちなんじゃないでしょうか。エンドフェイズです。はい、対戦よろしくお願いします。ガーディアンデスサイズ送りつけたはずが相手の場面だけだ。クソレッカーさん。